香川のサッカーを熱く盛り上げていく番組、キックオフ岡山香川。今日の解説は赤嶺慎吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはファジアーノ岡山からです。明治安田サッカー J2 リーグは3連戦でした。今週は第5節ホーム水戸戦と第6節アウェー群馬戦を振り返ります。前節から中3日ホームシティライトスタジアムで迎えた第5節、ファジアーノ岡山は水戸ホーリーホックと対戦しました。試合が動いたのは前半38分、コンビネーションでボールをつなぎ、中央で受けた末吉がペナルティーエリア内で倒され PK 獲得。蹴るのはグレイソン。相手ゴールキーパーの逆を突き落ち着いて決めました。これでファジアーノが先制。グレイソンは今シーズン3ゴール目です。この1点を守りきり、ファジアーノ岡山が1対0で勝利。サポーターとともに3連勝を喜び合いました。続く第6節はアウェーゲーム。白のユニフォームファジアーノ岡山はクラブ記録に並ぶ4連勝をかけザスパ群馬と対戦しました。試合は前半5分、ルカオがオーバーヘッドでつないだボール、最後は千葉のシュート。前半はなかなか決定機を作ることができません。スコアレスで折り返した後半3分、相手のシュートをクリアしようとしますが、これがオウンゴールに。ファジアーノ今シーズン初めて先制を許します。しかしその5分後でした。相手のボールをカットし、最後は千葉が落ち着いて相手をかわしシュート。これが決まり、ファジアーノすぐに同点に追いつきます。千葉大使は今季リーグ戦初ゴール。後半22分にはグレイソンが頭で落として藤田の左足。チャンスを作るもゴールを割ることができない時間が続く中、新加入ガブリエル・シャビエル投入。後半アディショナルタイムでした。末吉のクロスにグレイソンが落としてガブリエル・シャビエル。ファジアーノが逆転。初出場で結果を残したガブリエル・シャビエルがチームを救い、2対1で試合終了。ファジアーノ岡山、今シーズン初の逆転勝利、クラブ記録に並ぶ4連勝達成です。赤嶺チェック。いや、まさに劇的勝利でしたね。はい、そうですね。はい、赤嶺さん、この試合はいかがでしたか。はい、初めて、先制点を取られましたけど、千葉選手のゴールで追いついて、みんなが落ち着いてましたね。まあ、それが最後逆転ゴールにつながったんじゃないかなと思います。はい、千葉選手のゴールは見事でしたよね。はい、相手との駆け引きまずうまかったですね。キックフェイント、はい、千葉選手らしいゴールでした。そしてこの試合は、シャビエル選手や太田選手が、岡山でデビューして、吉尾選手もリーグ戦デビューということで、いろんな選手が出ましたよね。そうですね、スタメン途中出場と、誰が出ても今この自分たちのサッカーができている、これが今強みじゃないかなと思います。はい、そんな中で赤嶺さん、今回注目した選手は誰でしょうか。はい、シャビエル選手です。まずここでもこのシャビエル選手、グレイソン選手をしっかり見てますし、一度奪われましたけど、そういう選手の個の力で突破して、このナイスボールでしたよね。まずは、はい、そうですね。ここでこのボールの球の質の選択も素晴らしかったですし、このゴールを決めたシャビエル選手、そしてグレイソン選手のコンビ、この距離感も素晴らしかったですし、そしてこのシャビエル選手のこのコンパクトな振りですよね。ここがまずゴールにつながった一つじゃないかなと思います。このシャビエル選手とグレイソン選手、最初はちょっと距離が遠いのかなって思ったんですけど、だんだん良くなっていきましたよね。そうですね、初め遠かったですけど、やっぱり距離が近くなってからコンビネーションだったり、このシュートまで持っていく、
そしてチャンスを作る回数っていうのが増えましたよね。はい、まあ、これ今回初めて2人がピッチに立ったということですけれども、はい、うん、まだ序盤ですからね、これから楽しみですよね。シャビル選手初の公式戦でしたけど、こう今からこのグレイソン選手とのコンビも楽しみですし、まあ、他の選手ともまたコンビネーション楽しみですね。はい、期待していきましょう。さあ、ファジアーノ岡山、次勝てばクラブ新記録の5連勝です。そして J2 リーグは再び連戦です。明治安田サッカー J2 リーグ第7節ファジアーノ岡山はアウェーに乗り込み大分トリニータと対戦。今日30日土曜日午後2時キックオフです。そして大分戦から中3日、現在リーグ3位の横浜 FC をホームシティライトスタジアムに迎え上位対決、来週4月3日水曜日午後7時キックオフです。続いてはこちらのコーナー、選手の素顔に迫るヒデカ直撃深掘りインタビューです。どうぞ。在籍6年目ディフェンダー阿部海斗選手、去年1年 J2 秋田での武者修行を経て心身ともにパワーアップして帰ってきました。新たな岡山の砦となってください。さあ、2年ぶりに帰ってきました、ファジアーノ岡山阿部海斗選手です。おかえりなさい。ただいますいや、恥ずかしいなどうですか、久しぶりの岡山は。いや、まあ秋田よりは暖かいんで、まあ晴れもいいんで過ごしやすいです。なんか変わりました岡山。あ、自分が前住んでた家の近くに新しくザグザグができてたとかそのぐらいですかね、変わったの。ちょっと変わりました。ちょっと変わったぐらいですいや、でも阿部選手頼もしくなりましたね。いやいやいや、そんなことないです。1年間、はい、修行に行って、はい、秋田ではどうでしたか。そうですね、やっぱ1年通して試合に出させてもらって、その1試合の重みだったり、その試合に勝つことの責任感っていうのはすごく感じながらプレーしましたし、シーズン通してあの試合に絡むことは今までできてなかったので、その秋田行って1年シーズン通して戦えたっていうのは自分の自信になりましたし、成長にもつながったかなと思ってます。そう、帰ってきた中で、はい、開幕スタメン、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。でもまだまだこれからです。もう本当に岡山のために活躍したかったし、そのために戻ってきたんで、まあ、まだまだここから長い試合続くんで、ここからが大事だなと思います。どういったプレー見せていきたいですか。まずは自分の持ち味であるその対人の部分、スピードっていうのはこのチームのアグレッシブなスタイルに合うと思ってますし、そこはもうシーズン通して安定して出していきたいですし、去年までは4バックの真ん中やってたんですけど、今年は3バックの右やって、でよりそのなんて言うんだろう、タイミングを見て上がるシーンっていうのは増えてくると思いますし、その中でゴール取り切るクオリティだったり、その圧力っていうの部分はもっと上げていきたいなと思ってます。いや、そんな阿部選手ですが、最近入籍されましたね。はい、入籍しました。おめでとうございます。ありがとうございます。幸せですか。いや、幸せですやっぱり結婚して、はい、気持ちも変わりました。まあそうですね、やっぱ背負うもんがありますし、まあ、監督に発表した時にも、まあ、背負うもん背負った方がいいよお前はみたいな言われたんでまあこっからです奥様はこう普段見に来てくださってるんですか。普段、そうですね、この前の山口戦は向こうの家族と一緒に見に来てくれてて、その中でまあ勝てたのは嬉しかったですね。やっぱり探すんですか。探しました、めちゃめちゃそしたらアルカイトの名前並んでたんで分かりやすいですいやでもね、はい、もう背負うものを背負って、そうですね、愛のパワーでこれからも頑張ってくださいはい、頑張ります、はい、それでは最後に意気込みをお願いします、はい。今年必ず岡山の悲願の J1 昇格達成したいと思っているので、皆さんも共に戦ってください。よろしくお願いします。ファジアーノ岡山阿部海斗選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。キックオフ岡山香川。18歳からの阿部選手知ってますけど、大人になりましたね。そうですよね、はい、でも笑顔は本当に昔のまんまでした、はい、でも入籍もしましたからね。すごいですね何かこう新婚の阿部選手にアドバイスはありますか、はい、奥様をしっかり守ってください
まあ、そして、はい、やっぱりねプレーでも引っ張ってほしいですね。そうですね、あの開幕スタメンもそうですけど、うん、あの主力として本当に1年間、はい、昇格に向けて頑張ってほしいです。阿部選手ぜひ昇格に導いていってください。さあ、それではファジアーノ岡山ホームイベント情報です。第8節4月3日水曜日の横浜 FC 戦は大人気の試合限定ファジフーズメニューが盛りだくさん。横浜中華御膳や春キャベツのホイコーロー丼などスタジアムで横浜観光気分を味わってみませんか。限定メニューを食べてこの試合の勝ち点3もいただきましょう。コマーシャルの後は蒲田マーレさぬきです。ここからは蒲田マーレさぬきです。明治安田サッカー J3 リーグも3連戦でした。蒲田マーレさぬきは第5節アウェーで鳥取と第6節ホームで奈良と対戦。2試合とも1対1のドローに終わりました。今シーズン初勝利を目指しサポーターとともにアウェーに乗り込んだ白のユニフォーム蒲田マーレさぬき、ガイナーレ鳥取と対戦しました。試合は前半11分、森からボールを受けた富永、カットインからシュート、これが決まり蒲田マーレ今シーズン初めて先制に成功。見事なゴールを決めた富永ニーナは今シーズン2ゴール目。サポーターも寒さを忘れ喜び合います。後半は鳥取ペース、相手のシュートをゴールキーパー今村がセーブ、ゴールに鍵をかけます。しかし後半43分でした。鳥取にゴールを許し同点に追いつかれた蒲田マーレ、先制に成功するも逃げ切り失敗、1対1のドロー。この試合も勝利を届けることはできませんでした。続く第6節、蒲田マーレさぬきはホームピカラスタジアムに戻り、初勝利目指して奈良クラブと対戦です。試合は前半3分、前線からプレッシャーをかけ吉田がボールを奪い、前川のシュート、これは相手にブロックされます。さらに前半9分、ゴールキーパー今村からのボールをつなぎ、最後は森の右足。前半立ち上がりは蒲田マーレペースです。しかし前半21分でした。奈良のこのミドルシュートが決まり蒲田マーレ先制を許してしまいます。後半はなかなか相手ゴールに迫れず、少ないチャンスも生かすことができません。しかし後半アディショナルタイムでした。蒲田マーレのコーナーキック、ペナルティーエリア内ボールのないところで奥田が倒され PK 獲得。キッカーの大野に望みを託します。これを落ち着いて決め蒲田マーレ同点。最後の最後に追いつき1対1のドロー。蒲田マーレさぬき3試合連続引き分けに終わっています。そうですね、まだチームとしてこう勝利がサポーターの方に届けられてないんで、しっかり修正するところは修正して必ず次勝てるようにまたしっかり練習していきたいです。赤嶺チェック。さあ赤嶺さん、はい、まあ、この試合なんとか最後に追いつきましたよね、はい、そうですね、あの先制点取られて難しい展開試合になりましたけど、まあ、最後大野選手がよく決めてくれましたね、はい、あの大野選手の PK も落ち着いてましたね、はいはい、落ち着いてましたね、はい、見ていて安心しました、まあ、ただやっぱり先制点が欲しかったというところですよね、はいはい、そうですね、あの前半、立ち上がりこの自分たちのリズムであの攻撃、まあ、シュートこのボックスラインに入る回数っていうのも多かったので、
そのいい時間帯でやっぱゴールが見たいですよね、はい、そこで決めるとやっぱりまた展開も変わってきますか。はい、あの先制点取ると、まあ、ホームですし、はい、変わると思います。まあ、ここまで蒲田マーレはこう結構引き分けが続いているんですよね、はい、うん、まあ、点は取れているんですけれども、はい、まあ、失点もあって、はい、このあたりはどう捉えてますか。そうですね、あのこの3連戦だけ見ればでも失点は1なので、あとはまあやっぱゴール数、ゴールを期待したいですけどね、はい、やっぱりもっと1点だけじゃなくて追加点を取っていくということですね、はい、そうですね、やっぱり複数得点、取れるとこの勝つ可能性っていうのはやっぱ高くなりますし、あの失点を本当に今1で抑えているので、はい、やっぱゴール数ですね、はい、さあまた戻りますけれども、今回この第6節注目した選手は誰でしょうか。はい、前川選手です。まずここの前川選手のこの走るコースと相手とのこの駆け引き、首を何回も振って相手とこの逆を常に取ってるんですよね、うん、この走ったコースだったり相手との駆け引きがまずうまかったなと思います。うん、やっぱりこうボールを見ながら、そして相手も見ながらということなんです、ね、はい、そうですね、相手が前に行ったら後ろに行く、後ろに来たら前に行く、まあ、ここもそうですよね、一回背後を取りますけどクロスボールのこのボールの軌道によって相手の前を取ってますよね、で右足を伸ばしてシュートまで行きましたけど、まあ、こういった相手との駆け引きが非常にうまいなと思います。うん、こう同じ方向に走るだけじゃダメなんですね、はい、そうですね、あのボールが来る時も来る前もやっぱり駆け引きですね、はい、そして前川選手はフォワードもやったりボランチもやったり器用ですよね、はい、そうですね、あの器用な選手だと思いますし、まあ、どこをやってもこの自分の特徴をしっかり出せてるなと思いますね、うん、はい、これからが楽しみですね、はい、あの今後も活躍期待してます、はい、さあ蒲田マーレ次こそ初勝利を、次節はアウェー戦です。明治安田サッカー J3 リーグ第7節、蒲田マーレ讃岐はアウェーに乗り込み SC 相模原と対戦、今日30日土曜日午後1時キックオフです。ここまで解説は赤嶺慎吾さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コマーシャルの後は未来へキックオフ、地域のサッカー香川女子フットサルチームリズフェールをご紹介します。キックオフ岡山から。香川県の女子フットサルチームリズフェール、去年アゼアリズからリズフェールにチーム名を変更しリスタート、そして気持ちも新たに参戦したフットサル女子選手権でなんと初の四国大会優勝を成し遂げました。そんな今勢いに乗るこのチームの魅力をサッカー歴40年、フットサル歴20年、今もなお現役の選手として活躍するゼネラルマネージャーの中村さんに聞きました。もともとアゼアリズというチームがありまして、それで私がちょっと熱狂的なファンすぎて、まあさらに強いチームを作りたいという気持ちでその、リズフェイルというチームを作りました。もともと熱狂的なファン、うん、そうです、はい、見てるだけじゃダメだったんですか。すごいね、あのみんな選手みんなが頑張ってやってるのが本当に頑張ってたんで、もうこれは応援せなくてはダメやねみたいな感じで、こう運営にも携わらせてもらって、さらにその協力にもっともっと応援できるっていう、まあ、チームを盛り上げるっていうのをやりたくて入りました。その強さの秘訣みたいなところは。あ、そうですね、あの片岡っていう選手と三宅っていう選手がおりまして、この2枚看板ですごい強いチームになってます。そんな元ファンの中村 GM が推すリズフェールの注目選手2人をご紹介。まず1人目はこのチームを立ち上げた選手兼コーチの片岡咲選手。野島ステラ神奈川でプレーしていた元なでしこリーガーです。一番トップリーグが F リーグ、あの日本女子フットサルリーグに所属するっていうことを目標にやってます。どんどんなんか環境面でもいろんな協力者が増えてきて、もう一気に現実性というかいけるんじゃないかなっていうふうに多分みんなも思ってるし、そこに向けてやっていこうっていう感じです。はい、ファンもいますもんね、中村さんというファンが。あ、そうです、一番のファンの中村さんがついてるんで、まあ、心強いです
続いて2人目は三宅怜選手。19歳1年目ながらこのチームのキャプテンを務め、四国リーグの得点王に輝いた超大型新人です。それもそのはず、なんと1年前の高校選手権大会で全国優勝した藤枝順心高校の元キャプテンなんです。香川の大学に進学したことを機にこのチームに入りました。全てのカテゴリーでキャプテンを経験してきているので、別に任されることに抵抗はなかったです。年は、まあ、離れてますけど、でも別にフットサルやる上では関係ないかなとは思ってます。まあ、このリーズフェールを F リーグで活躍するチームになって、自分は日本代表になって世界と戦えるプレイヤーになりたいなと思ってます。とここでリズフェールの皆さんに質問。このチームはどんなチームですか？答えられる方。このチームですか？個性豊かなチームです。個性豊かなチーム、はい、どういう個性があるんですか？やっぱブーちゃんですか？あの一番端っこにブーちゃんです。ブーちゃん、個性の塊、はい、自分ではいいところどんなとこがいい？アピールポイントは、あれもあの声は出します。なんか自分で頑張るぞって言って、おーまで言えちゃいます。あ、じゃあちょっとぜひ、じゃあ、じゃあ今、じゃあ行きますね。じゃあ5秒前2、1、じゃあ声出してこよう。あー、素晴らしい、さすが。これで盛り上げていくわけですね。はい。個性豊かな選手とスタッフで F リーグ入りを目指すリズフェール。まずは四国女子フットサルリーグで優勝を狙います。香川週末のサッカー情報です。まずは岡山から。今日と明日の2日間、2024高円宮杯、岡山県 U15 サッカーリーグ、晴れの国リーグが県内各地で行われます。続いて香川です。今日30日土曜日、高円宮杯 JFA U15 サッカーリーグ2024四国クローバーリーグが高松市立リンクスポーツ公園で行われます。さあ、好調のファジアーノ岡山、来週4月3日水曜日、今シーズン初のホームナイトゲームです。相手は横浜 FC 上位対決です。平日ですが、ぜひ皆さんシティライトスタジアムに駆けつけて勝利の後押しをお願いします。それでは最高の週末を。